何？すみません。偽物の別品は買い取ることができないんです。マジで買ってくれね。めっちゃ雨降りよる。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年7月5日火曜日の午後0時13分です。今日はシャークさんが行商にいらしてますよ。お、これさ、向こうのパニーさんの島にもうすでに出店してる人たちが島に来てる間ってどんな感じになるんやろうね。靴やバッグをお求めの方はぜひ広場にお越しくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。その辺も見とこう。めっちゃ雨。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあなんか話しよる。私も入れて。会話終了。私も入れて欲しかったのに。こんにちは。テンション上がる、上げてるか、ジョリ。世間話でも。体を動かしていい汗をかいた後はちゃんと着替えるんだぞ。体を冷やしちゃ意味ないからな、ジョリ。めっちゃ可愛いや、傘、おしゃれ。超目立つけど。あら、ごきげんよう。素敵ね。おしゃべりしよう。この時間帯はなんだかのんびりしててちょっと眠たくなってくるわね。素敵ね。ほら、シャンクがここに。誰と挨拶したの？あの二人が挨拶したんかな。それじゃあ、どこやっけ。レイジ君のところが出来上がっとるはずやけん見てこよう。で、あと二つよね。あと二つは誰と誰だ？いまいち把握できてないんやけど。あ、トタケケとかもあったっけ？いや、そこはないか。そこはないか。お店出されてもよね。あ、でもライブハウス的な？いや、わからん。はい、パニーの島へ行きます。パニーの島ですね。ラジャーです。でもトタケケなんか常におられたら、特別感がなくなるような気が。はい、出発。まあ、でもそれはどこもそうかな。でも店はね、あったら便利やけど。曲は別にな。では、良いフライトを。グッドラック。とりあえずね、前回やってもらった髪型を生かすために、帽子を外してみたんやけど。どう？いい感じ？後ろ姿好きなんよね。かわいい。でも前がな、やっぱ私、この前髪ある方がいいと思うんだ。あ、なんかめちゃくちゃ話し合いながらやるよりやん。いいね。なんかこういう自然な感じ。お、レイジ君来てる来てる。でもなんか作るよりよ、パー君。やあ、イナさん。こちらはレイジ君。知ってるよ。昨日うちの島に来てたからね。花の種や野菜の苗なんかを取り扱う園芸店をやってくれるんだよ。野菜の苗も？前からだったっけ、野菜の苗って。やあやあ、イナさん。アイラ島に行かない日にはここでお店をやるからよろしくね。野菜ってあれか、アップデート後に追加されたやつかな。私がめちゃなんか、僕物に近づいてきたなって思ったやつ。うんうん。ここみたいに豊かな緑に囲まれて生活してると、穏やかに過ごせるじゃない？あ、も確かにめっちゃ晴れるもんね、ここ行ったら。レイジ君のお店を利用してもらって、君のアイラ島も緑いっぱいにしてみるのはどうかな。それじゃあ私は失礼するから、君はゆっくりお店を見ていくといいよ。それじゃあ。私の島すでに花はいっぱいあるんやけどね。どんな感じ？いやいや、アイラさん、どうも。この島でこうしてお店を開けて、僕嬉しいよ。苗の種類も増えたし、出張での草むしりサービスも始めたから、改めてよろしくね。おお、草むしりサービス前までなかったっけ？あれは飛び盛りだけか？いや、どんな御用？見せて、見せて。お、そうそう、お花の種や低木に加えて、野菜の苗の販売も始めたんだ。野菜の苗はね、植えてから数日経つと実ができるんだ。で、料理もできるようになったんやもんね。植えた後は何もしなくても育つんだけど、毎日お水をあげるとたくさん収穫できるんだよ。今日はこんな苗や種が揃ってるよ。おー、かぼちゃ。かぼちゃとじゃがいも。ピンクのプルメリア、かわいい。めっちゃかわいい。じゃがいも、かぼちゃ。そっか、こういうので、家の前に畑を作ったりとか、
そういうこともできるのか。いいっすね。いいっすね。まあ、とりあえず、よし、次ここ。ローラン、いずみちゃんも休んでるんだけど。こんにちはでございまひ。ただいま、家の収納から荷物を届けてくれるベテランをお招きするための募金をしておりまひ。そうよ、これ何？誰？ベテラン？収納関係のベテランってなんだ？誰だ？全くわからないけど、収納系増築してくれるのはタヌキチとかよね。でも島におるしな。目標の10万ベルに向けて、現在3410ベルの寄付が集まっておりまひ。目標まであと96590ベル。1ベルから受け付けておりまひので、ご協力よろしくお願いいたしまひ。あ、これってさ、ここのお店が増えてきたけん、店の人たちが募金してくれるってことかな。協力しましょう。96590 OK 96590ベル募金いただけますか。これ誰なんか全くわからんねえけど、なんか楽しみ。おかげさまで目標の10万ベル達成いたしました。オープンを楽しみにお待ちくださいまひ。あ、次回来る前にお金増やしてこんかったら1万ベルほど足りんね。やったー、募金が目標の金額になった。あ、でもそっか、そこに ATM あるんよね、一応。ここに入ってくる手前。で、最後こ、あ、そっか。聞いても教えてくれんのやっけ、今。教えろや。あと一人、誰だ？あ、おらん。こういう感じ。シャンクおらんやん。ふわー。なるほどね。こうやってなんか、前に置いとった品物とか、そういうのきっちりのけて、島に向かっとるわけやね。まあ、取られてもあれやしね。後ろにおるのがちょっと怪しげなやつやし。あら、皆さんいらっしゃい。あとどれぐらいあるんかな、ヘアアレンジアイディア。ポンポン出てくるね、アイディア。試したいです。OK。じゃあ、ここの椅子に座ってちょうだい。あ、頭に被ってるものは外してからね。被ってはないんやけどね、今。これってさ、増えたのって女の子の髪型だけ？男も？どやどや。え、かわいい。あ、かわいい。え、いい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 。え、めっちゃいいやん。はい、できたわよ。うんうん、とってもいい感じね。え、めっちゃいいよ、これ。どう？このアレンジは気に入ってもらえたかしら。え、めっちゃ気に入った。ユキ。あの、この新しい髪型にしてもらい始めて、2回目?2 回目のめっちゃ可愛いって思うやつ。よかった、気に入ってもらえたようで何よりだわ。このアレンジ、ぜひ覚えて帰ってね。いや、前回のやつはね、まあ、悪くはないような気もするけど、可愛いってほどでもないなっていう、微妙な感じやったけんね、前髪が納得いかんかったし。それじゃあ、お疲れ様でした。え、めっちゃ可愛いんですけど、え、超満足なんですけど、新しいヘアアレンジを教えてもらった。姿見やドレッサーがあれば、好きな時にイメチェンできる。え、めっちゃ可愛い、良き。いいね、いいね。え、かわいい。何回でも言うけど、超かわいいよ、いいよ。いや、いいっすね。あと何種類あるんかわからんけど、かわいいのいっぱい思いついてよ。あ、そうよ、今日の稲荷くじ。これはこれはどうも、えなさん。ようこそいらっしゃいました。素敵な景品が当たる稲荷くじ。空くじなしで1回買ったの500ベル。今日の運試しにやってみましょう。はい。さ、これも、残り何種類とかね、言ってくれんと、いつまでもかぶりばっかり渡され出したりとかするかもしれん。今のところ一回もかぶってないんよね。それはそれでなんかちょっと不気味な感じが。レインボーソフトクリームやって、なんかそんな感じのさ、あれよ。あの、何やった？妖怪ウォッチになかったっけ？いや、いいっす。なんかあった気がするんやけど。レインボーソフト。いいね。映えだね。ふふ。よきよき。これが、これ違うよね。これ、こんな派手な布持ってなかったことない？ヴィーナスの周りの人たち。ってことはこれがあったのかな？これ買ってこう。
ややお客さん、今日は美術品をお探しですか？そのもののその彫刻、私の一押しなんですわ。なんといってもオーラが違いますからね。ちなみに私、今手元に厳かな名画やったっけやったっけ、ちょっと忘れたけど、何かしら持っとんやけど、それもちょっと寄贈しに行こうかなと。はい、買っちゃいましょう。こんな手の組み方しとったかな。でも両方偽物なんてことある？わからんけど、どっちかは本物なんじゃないかなと勝手に予想する。全然違うところにぶち当たりよった。はい、じゃあ今日はすごく髪型に満足して帰っていきます。愛の塔に帰るんですね。はい、ラシャ、では参りましょう。よし、到着。かさ、新しく増えた髪型、全体的に長い髪の毛より短い髪の毛がロングの髪型とかもできんもんなんかな。てかさ、おさげとかさ、三つ編みとかそういう髪型ってあったっけ、今まで。あんまりイメージないんやけど。よし、ちょっと今私の手元にある絵をね、ググ、はっ、すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？寄贈したいです。お、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。おごそかな名画であっとった。はい。どうすかね。ほほ、これはかなり有名なおごそかな名画ですね。想像してたよりもずっとおごそかな名画って感じです。はい。はあ、よく見たらこれ偽物じゃないですか。これ初めて偽物じゃない、私。くっそー。百発百中でいけるかと思ったのに。とにかく偽物を取り扱うわけには回りませんので、こちらをお返しいたしますです。はい。さっきの風太くんの反応にちょっとすごいビビったんやけど。めっちゃビビったんやけど。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？間に合ってます。そうですか。では自由にご見学ください。はい。今日も誰も来てないかな。お、なんかタヌポータルが。おー、来てるじゃねえか。え、しかも君はロドリーかい？あれ？さっき私を送ってすぐに飲みに来た？仕事終わり？あ、コーヒーいいです。ちょっと今日は話しに来ました。わかりました。コーヒーを頼まないなら座るなって言われた。おや、アイナ様、こんにちは。いいね、なんかこういうの。今日はあまり天候が優れませんね。気を引き締めて操縦しなければ。ちゃんと安全運転で帰ってきてくれたよ。ありがたい。普段はもちろん安全第一で飛行機を操縦していますが、これでも私、凄腕のパイロットなんですよ。どや。あれよね、目が全く見えんねん。その気になればいつでも空に美しい飛行機雲を描いてみせます。隙間から目が見えるとかいうことも、いや、見えんな。多くの時間を空の上で過ごしている私ですが、こうして地上でゆっくりするのもまた大切な時間です。うん。堂々ってさ、もう絶滅しとる鳥やったっけ？私が初めて堂々鳥っていうのを知ったのはあれなんやけど、マジカルバケーションなんやけど。ゲームね。良質な仕事には良質な休憩が必要です。この島の喫茶店はありがたい存在ですね。つい最近できたんすよ。よかった、ちゃんとくつろいでもらえて。店の人間じゃないけど、私。もうこれぐらいかな、聞ける会話は。お、この仕事をしているとお客様といろんな島に行きますから、飛び出すたびに次はこの島、今度はあの島、あのワクワク毎度忘れられなくて、飛行機の操縦も大好きですが、あのワクワク感もこの仕事を続けている理由の一つです。行き先って決まってないんですか？そういうことじゃなくて、いつも行きよっても楽しいんかな、やっぱ。マスターのコーヒーが美味しいと同僚のモーリーともよく話しているんですよ。帰りにテイクアウトしていこうかな。おー、いいやん、いいやん。あれ、モーリーもなんかさ、あれよね、飛行場でなんか飲みおらんかったっけ？飲みおらんかった？なんか飲みおって気がするんやけど。自分の翼では飛ぶことができませんが、空への強い憧れが私たちに空を飛ぶ仕事を与えました。堂々鳥は飛べないの？なんか私、堂々鳥とさ、なんか物語みたいなのも、前、めっちゃ前やけど、中学生ぐらいの時かな。
なんか図書室で借りて読んだことあるんやけど。初めて飛行機に乗った時、初めて地上の世界を空から見た時、あの時感じた空を飛ぶ素晴らしさはいつまでも忘れずにいたいものです。あれやね、結構種類あるね。この喋りのパターン。パイロットの使命は何と言ってもお客様の安全第一ですから。公平で眠気を覚ましていかなくては。あ、そういうね。なるほど。えらい。こういう季節になると、リゾートへ出かけるお客様が多くなります。こんな気持ちの良い日が続けば、開放的な気分になるのもわかりますよ。今日は、雨なんですけどね。え、てかこういう季節的な話もしてくれるってことは、あれか？冬になったらまた、別の会話も増えるってことかな。そろそろ終わりか？何種類ぐらいあったんかな、会話のパターン。ちょっと数えてなかったけど。でも思ったよりめちゃくちゃ多かった。うん、コーヒーの湯気でサングラスが。トレードマークのこのサングラスは決して外しませんがね。外して磨けよ。外して磨いてくれていいんだよ、ここで。以上か。気持ちの良い青空が見れる季節ですね。この時期は空を飛ぶのも快適なんですよ。まあ見通しも良さそうやしね。もう、そろそろなさそうかな。とりあえず。え、めちゃくちゃパターン多かった。嬉しい。いろいろ話聞けるのいいね。いやー、まさかロドリーが来ているとは。他に誰が来てくれるかな？だって多分さすがにさ、その施設のメインキャラクターは無理やと思うよ。だけど、モーリーが、喫茶店に飲みに来ることはないと思うよね。弱いな。コンディション整えてるか？の心。お話しして。筋肉最高。でっけえ声出すと、筋肉も効くんだってさ、の心。てっちゃんが話したそうよ。あの子もね、筋肉大好きやと思うけん。じゃ、売りさばいてきとこっか。名画と、あと化石？化石もね、前に被り合ったやつをそのまんま置いとるけんね。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取ってください。おごそかな名画と、ディプロドクスの胸。以上かな。まあ、マスターの写真はね、持っとかんと。あ、なに？すみません。偽物の別品を買い取ることができないんです。マジで？買ってくれね。お手数をおかけしますが、改めて買い取りをご希望の品物をお選びくださいませ。なに？なんか、呪いの道具的な感じでいつまでも私の手元にある感じ？それとも捨てることはできるの？いや別に持っとくけどさ。はい、ディプロドックスの胸。どうぞ。あれか？あの、役所の中の、あのボックスの中には入れれるってこと？こうやって入れても回収してくれんけ。ちょ、いろいろと忘れたけど。自分が回収する側やってけんね。あの中からいろいろな資源を。ありがとうございました。ました。でも確かアップデートで、あの倉庫もだいぶ拡張されたはずやけん。まあ多少余裕はあるでしょう。きっと。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこの自分の家の外観もそのアップデートで新しい外観が増えたっていうのを聞いたけん、また変えるかどうかは別として、どんなのが増えたんか見たいね。どこで見れるんやっけ？役所？